人生で人の兵器って感激したのはあの人だけですよ。そういえば岡崎さんも耳なしですよね。おい、あれ監督だろ。監督バレました。あれ本当なのかな。ジャイアンツ出入り禁止とかっつって。でも1回ぐらいジャイアンツのユニフォーム着たかったんだろうな、星野さんもな。でも監督しかできない人だからな、もう引退したらな。そうですね。コーチってわけに、いくら長嶋監督でもコーチっていうわけにいかない人だもんな。あの人あの攻撃面の作戦的な部分っていうのは、うん、もうほとんど島野さん。あ、そうなんだ。ただとにかくピッチャーの使い方がうまいです。でやっぱりもう政治家になった方がいいんじゃないかなっていうぐらい選手を鼓舞するのがうまいですよね。もう本当にその気にさせるミーティングのスピーチとか。もうそれを真逆にいたのが金田さんです。金田さん金田さんね、まともに、うん、あの話を聞いてたら、うん、もう年がら年中イライラしちゃうけど、うん、客観的に見てたらもう楽しくてしょうがないですよ。金田さんもうね、選手の名前まず覚えないって、うん、まあ、ちょっと長嶋さんと似てるところがあるんだけど、うんうん、ピッチャーあいつ、キャッチャーこいつって言っちゃうんですよ。バッテリーを変えるの好きなの、うんうんうん、だ審判があの監督ってあいつとこいつじゃ分かりませんからんよね。わしも知らんって言っちゃいますからね。そうなんだ。名前分かんない。それ素なのかな。いや分かんないです。それであとキャッチャー呼ぶ癖があるんですよ。だけどあれキャッチャー呼ぶと、うん、マウンドに1回行ったのと同じになるんですよ、うん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 、ルール上。なるほどね。ほんでキャッチャー呼んで、でまたピッチャーが投げた時にストライク入んないともうたまんなくて自分がマウンド行こうとするんですよ、うん、そしたら主審が監督あの白線越えたらピッチャー交代ですよと。何っていつからそんなルールになったんじゃんっつったら審判が昔からですよ。もうええっつってブルペン誰もやってないのに白線またいでっちゃって、うん、ほんで帰るわけいかねえもんな。それじゃあさだルールまず知らないですよ。知らないね、うん、で一回あのグリーンスタジアムで、うん、もうちょっとピッチャーがダメだとすぐ変えたがるんですよ。ほんでいきなり、ま、あの出てってピッチャー八島って言ったんですよ、うん、八島はベンチであのジャンパー着てこうやって座ってるんですよ。おいハチお前だらしいぞっつってびっくりしてベンチ前出て5球ぐらいキャッチボールしてマウンド上がって、うん、投げたら勝ち投手になっちゃったんですよ。で八島の唯一 の, かあの勝ち試合がそれだけなんですよ。どうやもんだね、わしのおかげやろって言い出すから。カネさんでも2回監督してない？1回、いやだから1 回, 回、ね、自分が入る前にやってて、うん、自分たちは2回目ですよ、うん、で1回西武戦で審判蹴飛ばして、はいはいあったね、退場になったじゃないですか、うんうんうん、あのあと川崎球場であのバックスクリーンの、うん、こんなあのバックスクリーンでこう試合の状況を見ながら点数を入れていく人のためにこう、ね、小窓がこうあるんですよ、うん、あそこにこう放火無理をしてタオルで、うん、あそこからずっと野球見てて、うん、あそことベンチが電話でつながってるんですよ、うんうんうん、もう試合中ずっと電話鳴りっぱなしなんですけど、うんうんうん、主審に見つかってキャッチャーの福沢に「おいあれ監督だろ」っつって「顔出すなって言っとけ」っつって言って徳武さんが徳武さんが電話かかってきて「監督バレました」っつって言って。あの頃のロッテの選手、まあ、パ・リーグの選手っていうかまあ、個性が豊かな人が多かったね。いやもう個性の塊が今いないね。そうですね。そういう人だから昔の人ってピッチャーもそうなんですけど、うん、バッターもこう構えから何かすごい野球に個性があったんですよね。今どちらかというとあまりいない、ね、同じような構えだね。そうですね、うん、同じようなスタイルだもんね、うん、なんか個性的な人ってプロ野球だからやっぱり欲しいよね、うん、だからただ数字がいいだけではなくてね、王さん長嶋さんがすごいなと思ったのが、うん、あの空振りをしてファンが喜ぶ選手って、うん、もういないじゃないですか、ね、でヒットを打ってあのファンをため息つかせるっていうのは王さんぐらいなもんだっていう話をよくしてて、うんうんうん、やっぱ本当のスーパースターってもう今いないよなって今大谷が今そのなんか域にちょっと来てる感じはするけど、ね、もう長嶋さん王さんってちょっともうそこが飛び抜けてたなと思って当時ね。だってねこれね高校の時の笑い話なんですけど、うん、僕のもう本当生涯の自慢なんですけど僕実は
高校2年の時に王さんのバッティングピッチャーやってた山口さんって高校の先輩なんですよ。山口さん知ってる、知ってますか、うん、俺一緒にやってる。ああで山口さんに渡辺監督が頼んでくれて、僕あの腰と肩がもうダメだったんで、うん、2年生の時に実は横浜スタジアムジャイアンツが来た時に、うん、ちょうど江川さんが入った年ですよ、うん、僕あのトレーナー室行ってあの岡島トレーナーに岡島さん、うん、マッサージやってもらってたんですよ、試合中かなんかね、試合中に。へでそういう山口さんがやってくださって、うん、でちょうど試合前ぐらいにギリギリに行くと、もうなんか見たことある選手ばっかりですよ、柴田さんがいて高田さんがいて、うん、うわシピンだよとかと思いながら見てて、ただあのちょっと残念だなと思ったのが、プロ野球選手って毎日新しいソックス履いてるもんだと思ったら、うん、あ違うんだっていう。毎日新しいのは履かねえよな。それで、あでもまあそう、いやそれでマッサージをやってもらってたら、うんうん、長嶋さんが来たんですよ、うん、でいきなりベッドの自分が やってる隣のベッドに、うん、ダーンと寝て、うん、おいちょっと背中押してくれって言って、うん、背中押して、うん、君が愛国軍かっていうような感じで声かけられて、うん、とてつもないでかい兵士なんですよ長嶋さんが。そうです、とてつもない背中押されてた。ああ背中押されるとね。そう、うん、俺あの人生で人の兵器いて感激したのはあの人だけですよ本当に。俺だってあの合宿所なかなか聞けないもんな。合宿所か行って俺長嶋さんの兵器いたっつって自慢してたんですよまあでもそうだよね、人前じゃ兵はしないよ長嶋さん絶対。俺も聞いたことない。本当ですか、もうびっくりしたですもん、うん、へーっていうのをどうかと思った高校2年生でジャイアンツのトレーナー、チーフトレーナーで岡島さんとね、そうです、はあ、マッサージしてもらうなんてないよね。でもそれ普通、はあ、いいのそれ。いや本当はダメです。本当はダメだよ、ダメです、ダメだよな、高校生だもんな、はあはあ、まあでも時効だよ。だからちょうど覚えてるのは江川さんが入った年、はあ、入った年だ、はあ、その次の年俺入ったの。あ江川さん次の年。あそうだ、2年生の時ジャンボ宮城に負けてるでしょ。決勝で負けてます。そのジャンボ宮城に俺甲子園で負けた。あそっか、ベスト8か。西尾善ちゃんとかがいて、はいはいはい、あったのね。ジャンボこんなそうか、西尾もジャイアンツですもんね。そう、西尾も、西尾にも打たれてるんですよ。西尾も一緒でしょ。一緒です。西尾も1個下あったと思う、安西と一緒に入ってきて、いいバッターだったよ善ちゃんの外野手で。あ岡崎さんと本当に間近で喋ったのって岡崎さん覚えてないと思うんですけど、あそこの多摩川のお店あるじゃないですか、おでん屋さん。おでん屋さん、うんうん、あそこで会ってるんですよ。えファームの試合の時。そうなの。オープン戦、ファームのオープン戦、ファームのオープン戦、教育リーグで安西が、うん、いいよ俺のつけでのあのなんか飲んでいいよとかって言った時に岡崎さんもいたんですよ、うんうん、で挨拶して、うんうん、安西となんか一緒にいて、うん、でっていうのが岡崎さんとすっごい間近で挨拶した。あそうなの。普段はただまあ透明におはようございますとかっていう挨拶。いやじゃあ俺たちにとってはさ、年が一つ上とか下じゃなくてやっぱスーパースターだもん。いやいや違いますよ、なかなかそこでさ僕らはジャイアンツの選手の方がスーパースターですから。いや安西がその俺のつけで食べていいよって言ったら岡崎さんが来て、いや俺のつけとけとか、そういういい話じゃないのそういう話じゃない、そういうオチを今期待してたの違ったんですよ僕の番組は聞きますけど、せっかくだから岡崎さんの番組聞きたいのが、長嶋さんがあの宮崎でキャンプの時に勝手になんか外出て食べに行っちゃって、でお金払わないでごちそうさまっつって出てっちゃうっていう、で後からマネージャーが慌てて行ってそこへ支払いをするんだけど、だって長嶋さん多分財布を持ち歩いてないと思う。それで宮崎で何軒か、うん、あの長嶋さんに食い逃げされた店っていう触れ込みでなんか人気になってるお店があるっていうのを食い逃げっていう言い方は分かんないけど、でも長嶋さんはでも財布は持ってないと思うよ多分。でも必ず一人では動かないから、マネージャーが絶対横にいるじゃない。単独でこう街を動くことは多分ないじゃない。だから長嶋さん食べ歩きするのがすごい好きだって。うん、意外と好きみたいね。キャンプでも練習中にユニフォーム着た、もちろんユニフォーム着てるね、キャンプ、あの昼飯とか外に食べに行くことは結構あったみたいね。あれも本当なんですよ。あの入れるのかなと。東京駅のところにベンツエンジンかけたまま止めて新幹線乗っちゃって、うん、で乗ってからマネージャーかなんかに俺車置いてあるからって言って、球団の職人の人が慌てて通り行ったとか聞いたことある。それそれ多分でもね、上野駅だよね、選手の時でしょ。だから選手じゃない時は多分もう監督の時は
自分で運転してないから、伊藤さんって運転手付きのベンツでいつも後ろに乗ってたから、多分それはあれだよ、選手の時は その話聞いたことある。でもなんかその逸話的な話で、その王さんは鏡の前で汗かきながらバット振ってたけど、長嶋さんはなんか鏡の前でどうやったらヘルメットがうまく落ちるかっていうのをやってたっていうあれもだから長嶋さんは常になんかワンサイズ大きいヘルメットをかぶってた。あ、それは聞いたことある。でもそういえば岡崎さんも耳なしですよね。俺の年までよかったの、耳なし OK だった。だから俺の次の年から入団の人は基本的にダメなの。いや、あなたは本当ダメなの。違うんですよ、僕らの入った年の人は、石毛さんもそうなんですけど、1年間耳つけをかぶったら2年目から耳なしで OK だった。あ、そうだね。だから石毛さんがもう耳なしじゃないですか。でもかぶってないでしょ1年間。もうだから1年過ぎてたんで、ピッチャーだったから。ああ、そっか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 、はい、ああ。だから耳なしをかぶって、でも俺の次からダメって聞いたけどな。で、僕がプロ野球で最後の耳なし、最後までかぶってたのが僕で、僕が引退してもう耳なしがいなくなったんですよ。ああ、そうなんだ。で、僕の時はだから西村さんとか岡崎さんとか、うん、あと落合さん、駒田がずっと耳つき。ああ、そうですか、うん、俺駒田で思い出した。ジャイアンツ俺の後は多分いないと思う。岡崎さん覚えてます？あのオープン戦であのジャイアンツが練習してる時に駒田見たら、あいつこっち側ビトンの革のファーストミット使ってたのあったの覚えてます？それね、あいつなんだビトンのミット使ってんぞって言って。いやいや、それね、グアムでキャンプがやってたの当時ね、でグアムのキャンプにビトンのファーストミットと俺にビトンのグローブをくれたの。へえ。1個作ったら余ったから岡崎さんも作っておいた。本物ですか？いやいや、くれたのよ、ビトンの、ビトンのグローブ。もうないかな、しばらく持ってたけど多分もうないかな。割れちゃうのやっぱりピャリって長く置いてると。で、1回使ったら一発で壊れた一発で。やっぱボールを取るの無理。ビトンが作ったんですか？違う違う、駒が革もなんかあのカバンかなんかバラして革を持って行ってそこで作らせたの。鹿児島で、うわ、ビトンのミット作って。だから2人でね、岡崎さんこれさ、ビトンの使ってたらスポンサーになってくれるかもしんねえからね、当時マジアイアンツの2人ともちょいちょいレギュラーだった、これ使ってたらビトンの人が見たら絶対スポンサーになってくれたり、コマーシャル出れたりね、服とかくれるかもしんねえからって使ったけど、まあ来なかったな。やっぱりな、試合使ったらビトン来たかもしんない。 あとあの中畑さんが天然なのか何なのか、うん、僕あのオープン戦でファースト守ってたら中畑さんが来てヒット打ってきたのかな確か。で、いきなり「おあいこ牽制はなしだからな、男の約束や」って言って、うん、で今度俺が、ヒット打ってファースト行ったら「男の約束だから、牽制はないからな」とかって言って、別にそんな約束しなくてもいいのになとか思いながら、面白い人だなとか思って。天然やな。なんかすっごい叫びながら来ましたもん。中畑さんは基本的に天然かも、うん、あの人は多分あんまり自分を作ってない、ね、すげえ楽しい人だなと思って。楽しい人だけど結構神経質なとこあって、あ、俺同じ、まあ、若い頃先輩とこう部屋2人部屋で部屋子になるじゃない、内野指導者中畑さんも河野さんも篠塚さんも原さんもみんな一緒の部屋子になったけど、まあ中畑さん神経質で寝つきがやっぱ悪くて、へえ、もう大変だった。やっぱり中畑さん寝る前寝れないじゃん俺。今回あの岡崎さんとばったり会ったゴルフコンペあって、で、まあ、その共通の間にいるのがデーブじゃないですか、うん、デーブあいつ、うん、岡崎さんがなんかあのお前人のことばっかり言ってね、自分のことも言えよとかって、なんかデーブね、デーブが、うんうん、結構あいつ人のこといろいろ言うじゃないですか。そう言うのよ、人のことばっかり言ってお前自分のこと喋れって言うでもあれ本当なのかなと思って、なんかジャイアンツ出入り禁止とかっつって。出入り禁止じゃないでしょだって、まあ、本人は違うって言う、本人は違うって言うよね。いやだから出入り禁止って俺デーブに本当にあのお前よジャイアンツの出入り禁止ぐらいだったらいいようなもんだぞって、俺はあんまり横浜の風俗出入り禁止になったからっていう励ましの言葉を言ってやったんですけど横浜限定だったらいいじゃん別に。からいやいや、もう本当楽しかった、楽しかったです。ありがとうございました。またあの機会があったら、はい、呼んでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。